皆さんこんにちは、ラブナーズです。今回はね、2024年メジャースーサメジャーリーグ開幕戦、ガンモスカ対マチュアセルビアの一戦をね、現地観戦してきたので、そちらの様子を Vlog 風にまとめてきたので、見ていただけたらいいなと思います。それではどうぞ。はい、皆さん、ここはどこか分かりますか？そうです、新宿駅でございます。さすがにね、最寄り駅はちょっと映せないので、誰もが使うであろう新宿駅からの動画となっております。そして多摩センター駅で降りてね、こちらの無料のシャトルバスに乗せていただきました。皆さん、こんな感じでね、シャトルバス内では柴田海選手のねアナウンスが流れてましたね。 X でなんか庄司選手のアナウンスがどうたらこうたらみたいな見たんで、ちょっと見画面したんですけど、僕のバスは柴田海選手でしたね。はい、そしてバスを降りてカメラを上げるとスタジアムがあると。なんか結構山道歩いてる人もいっぱいいて、そういうのを X で見てたんで、ちょっとどうなるかなとか思ってたんですけど、めちゃめちゃ近いところに止めてくれたので、ね、嬉しかったです。そして目の前に見えてる階段、これを登り切るとこのような感じでなんかミストみたいなのが出てて、スタッフの方から天空の城ガイドマップというものをねもらって、目の前にスタジアムがあると。で、入り口の方に行こうと思ったらですね、こんな感じで販売があって、ガンババスとガンバトラックがあってといった形でメインゲート着きましたね。ここのゲートから入っていきました。なんですけど、この時ねちょっと通信悪すぎて全然繋がらなくてね、大変でしたね、 QR 出すのが。そしてこの階段を降りていくとスタジアムがあるよと、同じスタジアム見えるよという感じで、この階段から4階に上がると僕の席です。こんな感じの位置でした。あとスタジアム内でなんか太田康介選手と那須選手に会ったんですよ。で、そういう意味は現地で気づいたんですけど、後からその那須さんの動画を見返したら、あの吉田沙保里さんもいたっていう、まあちょっとびっくりですね。そしてもう試合始まっちゃいます。これちょうどねこの日土曜日の3時だったと思うんですけど、キックオフが、自分がね土曜日学校があって、もう急いでもうバーって来たんですけど、もうこんな時間になってて選手入場し始めたってなんでね、はい。でもこのエンターテイナーの大音量の応援が聞こえたので良かったかなと思います。本当に町田の応援がね、まあ、こっち側だったからっていうのもあるかもしれないけど、町田の応援がほとんど聞こえないぐらいにね、ガンボスポーターの皆さん声出てたので、もうすごい圧ありました、良かったです。そしてこれが PK のシーンですね、前半。まあそうですね、これちなみにガンバの長袖 T シャツにガンバユニフォームを着るという。私俺掛け声変わったんですよね、確か。めっちゃなんかこれ一番俺的になんかすごい圧を、相手に圧を与えてるなぁと思って、もうかっこよすぎてね、思わず動画回しちゃったんですよ、試合中のように。ちょっとね、そしていきなり始まるスタジアム一周映像ということで、まあこの席で見てみました。本当にメインスタンドかな、メインスタンドの本当に端っこの端っこです。そしてこれが宇佐美選手のフリーキックのシーンですね。ちょっと寒かったんでジャンパー着てますけど、上にめちゃめちゃ喜んでますね。いや、なんか入りそうだなと思って動画回してたんですよね、これちょうど。まあ、こんな感じで宇佐美選手のコールもあって、まあ、こっから行き行き押せ押せって感じだったんですけども、結果的には引き分けで終わってしまうといった内容でした。まあ、試合内容はね見ていただいたと思いますし、まあ、見てない人でもねハイライト見ていただければ大体わかるかなと思いますので、試合内容の部分を割愛させていただきます。そしてこれが試合終了の瞬間でしたね。まあなかなかに
楽しい試合ではありましたが、前半がね、思ってた以上に町田のペースだったんで、まあ要修正かなと思います。そしてこれが願望大阪の選手挨拶ですね。ゴール裏は、まあ、拍手が多かったかな。この試合はまあよく戦ってたと思いますし、拍手で良かったと思います。すごい人いっぱいいますね。まあこんな感じで拍手で終わりました。そして次なんです、問題は。はい、彼、谷光成選手ね、何回も時間稼ぎしてブーイングされてました。はい、こうまあ聞いていただいている通りね、めちゃめちゃブーイングされてます。まあちょっと自分もね、メインスタンドにもかかわらずちょっと声を、はい、荒れてしまった部分もあったんで、ね、ちょっと反省しております。そしてこれが帰り道ですね。まあここまでは良かったですね。よくあることなんです、スタジアムの外に人がいっぱいいるなって。でこれです、これが多摩センター行きのバスを待つ長蛇の列となっておりまして、まあこれが大変だったんですよ。この自分たちが乗りたいバスここにあるんですけども、まあそこに到達するまでに、まあ、この列を見た瞬間もう何時間かかんだと思ったんですけども、並び始めが確か5時20分ぐらいだったんですね。でバスに乗ったのが6時50分、多摩センターに着いたのが7時過ぎだったと。なんか他のバスが事故を起こしてたとかなんかいろいろあったらしいんですけど、にしてもちょっと遅すぎたなと。ちょっとね、並び長すぎてもうちょっと周りのサポーターもね、何言えよって言ってる人も言ったりしたんで、まあちょっとゼルビアさんにはね、対策をしてほしいですね。 J1 のサポーターの人数っていうのをね、まあガンボスカというチームのサポーターで、まあ越せるチーム、ガンバサポーターを越せるチームなんて本当数えるほど浦和とかぐらいかなと思うんで、まあこれを基準にね、バス増便してほしいですね。はい、なかなか強かったですよ、寒い中で。ね、僕もこの携帯でスマホと動画撮ってたんで、充電が 5% しかなかったと。もうスマホ使い物にならないということで、両親とね話したりとか、周りのサポーターの方とねちょっと話したりとか、もう歩いて帰ろうかと考えたりとかいろいろして、まあ紆余曲折あってなんとか家に帰れました。まあちょっと Vlog というよりも写真の方が多かったし、パンパンパンって進んでったんでね、まあ、Vlog 風な感じのビデオが出来上がったんですけど、こんな感じで今日は終わろうと思います。前回のね、猫耳の動画がなんか1週間足らずで1万回再生いってたので、めちゃめちゃ嬉しかったし、コメントもいっぱいくれて、高評価もいっぱいついて、本当嬉しかったんで、継続して見ていただけると嬉しいなと思います。普段こういう感じの動画が多かったりとか、フットボールマネージャー動画が多かったりするんですよ。まああんな猫ミームの動画があんだけ再生もあるとなると、ちょっと味を占めてね、また猫ミーム第2弾とか作ってしまいそうなのがちょっと怖いです。はい、まあ、次に猫ミーム動画出た時には、ああ味を占めたんだなというふうに、ね、思っていただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ロープノーズでした。さよなら。